SC インテルナシオナルは、ブラジルリオグランデドする州の州とポルトアレグレを本拠地とするサッカークラブである。英語発音のインターナショナル、ブラジルポルトガル語発音のインテルナシオナルと表記されることもある。20世紀初頭、サンパウロから来た3人が主体となり設立された。彼らはポルトアレグレでサッカーをしたかった。しかし、街のどのクラブも、 よそ者という理由で受け入れてくれなかった。そこで、1909年4月4日、その3人に動かされた40の若者により、インテルナシオナルは設立された。設立の覚え書きには、新しいクラブは、人種、宗教や、経済的な差別は受け入れないとある。同じポルトアレグレを本拠地とするグレミオフブッパとは、ライバル関係にあり、クラシコグレナルは、 リオグランデドスール州を盛り上げる試合である。リオグランデドスル州では、グレミオフブッパに次いで2番目に人気のあるクラブである。2011年度のクラブ収入は1億9800万、レアルであり、SC コリンチャンスパウリスタ、サンパウロ FC に次ぎ、ブラジルのクラブで3番目に収入が多かった。2016年シーズンは不振に陥り、クラブ史上初のセレビー降格が決定した。 中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を示す。ありがとうございます。